Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, qui est le nouveau DLC de Final Fantasy XIV. Aujourd'hui, nous allons en savoir un peu plus sur la tribu des Pixies et sur nos raisons d'être parmi elles, ainsi que découvrir un peu plus de l'histoire qui gravite autour de Shadowbringer, donc les enjeux et le pourquoi on est là. Mais on va aussi découvrir un personnage qui était là dans Stormblood et les autres Final Fantasy, qui est de retour donc. Par contre, c'est un personnage que j'appréciais pas trop avant, parce que je trouve qu'il manquait de charisme et qu'il savait pas trop prendre position. Et là, dans Shadowbringer, ils ont l'air d'en avoir fait un personnage utile et plus agréable à côtoyer. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. フェーラチハ、クラーク・レイヤー。ああ、見つかっちゃった？今時私たちの探し方を知ってるなんて珍しい人ね。ねえねえ、この子前にも来た人じゃない？二つの魂に見覚えがあるもん。見て見て、双子もいるよ。なんて素敵なんだろう。かわいい。遊ぼうよ。悪いが、用事があってここに来たんだ。俺たちはウリエンジェに会いたい。ウリエンジェ、あの
面白い人のことね。私たちのイルメグに住みたいと言うから、7日7番寝ずに謎々勝負をしたの。あれは楽しかったな。そうだ、そのウリエンジェだ。分かったなら惑わしの術を解いてくれ。どうする？どうしようか。そうだね。ねえ、これで本当に大丈夫なの？仕方ないだろう。この里ではどうあれ彼らのルールに従うしかない。決まったわ。惑わしの術を解いてあげる代わりに私たちのお手伝いをしてちょうだい。みんなの困っていることが解決したらウリエンジェにもきっと会わせてあげる。面倒だが、手分けしてとっとと済ませてしまおう。
あれ、何様？
可愛いピクシーと契約しているんだね。少し小さい頃の君を思い出すかな。え、ちょ、どうしたんだい？でも、さっきの熱烈な呼び声はちょっと、すごく悪くなかったのだわ。仕方がないから、あなたの美しい枝が力を貸してあげる。あら、久しぶりね、マルドフィルのエオウル。あなたたちの遊びと来たら相変わらずぐる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 同じなのね。あれは私と契約した人よ。いくらこの里に留めてもあなたたちのものにはならないわ。へえ、ちょっともダメ？連れている人ならいいでしょ。ダメったらダメ。彼らがどこまで進むか見るのが私の楽しみなの。聞き分けがないと、あの人のカバンの中身をこのかわいい町にぶちまけてやるのだわ。冷たくて硬い鉄とか、よくわからない入れっぱなしの何かとか、それはもう大変なことになるんですからね。わかったよ。その代わり、ウリエンジェに会いに行く間、双子だけは遊び相手に残していっておくれ。ええ、そう約束してくれたら惑わしの術を解いてあげる。そういうことなら仕方がないね。私たちはここに留まっているから、ひとまずは他のみんなで彼に会いに行ってくれ。約束よ。じゃあ、あなたたちにもフィルニックが見えるようにしてあげる。これが本当のイルメグ。ミフィリア、そっちはどうだ？うん、大丈夫。ちゃんと思い出せたみたい。手間をかけてすまなかった。これで俺もミフィリアも道案内の役目が果たせそうだ。あなたの枝は素敵でしょ。また困ったことがあったら頼るといいのだわ。
ウリエンジェ、いるんだろう。英雄なき世界に、そは来たれり。ここへも、そのうち訪れるだろうとは、水晶校から連絡を受けていましたが、これほど早いとは。大変ご無沙汰しておりました。お変わりないようで何よりです。お前は少し席を外してるんだ。でも、そのソイルにいつも通り魔力を込めておいてほしい。頼めるな。他の暁にはすでにお会いに。なるほど、そういった経緯が。アルフィノ様とアリゼー様もこちらにいらしているのですね。しかし、オーツミクイやユーロモアとの戦いがそれほど本格的に動き始めていようとは。なれば私も改めてお伝えせねばなりません。こたびの始まり、次元の狭間で垣間見し、第八霊祭のことを。水晶校に呼ばれ、第一世界へと渡る途中、あの時間さえも定かでない空間で、私はそれを見ました。原初世界におけるガレマール帝国とエオルゼア東方連合の戦い。私の見た未来においては、暁も欠けることなく参戦し、エオルゼア陣営が。しかし、その戦況が帝国に禁忌の策を取らせた。毒。問題は、その威力でした。使用された黒バラは、帝国の予想すら遥かに上回る威力を発揮。戦場に集っていた兵や名手たち、周辺地域で暮らしていた無垢の民、加えて黒バラの撒き散らした死は、爆心地を中心に世界の環境を変えていったのです。人々は混乱と変化の中で生き残るために剣を取らざるを得なかった。誰のせいなどと言えるものではありません。ただ枯草に火を投げ込んだかのように、諌めるべき国はもはや機能をせず、正そうとする勇気と力のあるものは。
あなたも、またしかり。死の兵器によって、世界から去っていたのです。黒バラの使用に起因する終わりなき戦争の時代。私たちは必ずやあの悲劇を防がねばならない。そのためにこちらの世界で活動を続けてきて、とても重大な真実をつかむことができました。一体なぜ黒バラの力があれほど膨れ上がったのか、その謎が解けたのです。こちらへ。さて、この図は何でしょう？はい、原初世界においてエーテル学や魔法学には欠かせない六族相関図を模写したものです。この図にもある通り、世界は6つの属性の他に2つの極性で構成されています。活発を意味する正極性と、沈静を意味する冷極性です。となれば、元を同じくする第一世界も当然同じ要素で構成されているはずなのですが、こちらでは極性という言葉が使われていないのです。では生と霊にあたる力を何と呼んでいるのか。それ正極性の力、活発と発展を司るもの、多くの色が重なると黒になるように、彼らはそれを闇と呼んでいます。霊極性の力、沈静と停滞を司るもの、何にも染められる前の白、凪と平穏の象徴、それが光と呼ばれるものなのです。アシエンも自分たちの力を闇と言っていた。だとすればそちらの方がより古い定義、本来の呼び方なのかもしれない。その前提のもと、原初世界で起きていたことを見直すと、辻褄が合うのです。原初世界の各地で起きていたエーテルの枯渇は、光の、停滞の力が第一世界から流れ込み始めたことで、循環に異変が生じた結果。そして、黒バラもまた、アルフィノ様によれば、エーテルの流れを強制的に止める兵器、とのこと。そのようなものが使用されると同時に、停滞の力を帯びた第一世界が統合されたとしたら。想定なんて遥かに超えて、大災害を巻き起こす。霊災だな。さて、ウリエンジェ大先生のおかげで裏付けも取れた。俺たちのやるべきことは変わらない。ここイルメグの大罪杭を討伐して、忌むべき未来を回避するため、一歩前進するぞ。大罪杭の居場所について調べは？
湖の中央に見えるリエギア城。大罪杭はそこに幽閉されているようです。城に入るには封印を施したピクシーたちに協力してもらわねばなりません。その手立てについても心当たりがございます。これよりは私ウリエンジェも共に参りましょう。これでよし。ピクシー族への手土産は万全と言えましょう。なあ、それから。白聖石、アシエンの魂を捕らえる道具です。こちらの、こたびの戦いは霊災を防ぐものとなれば、アシエンが介入してくる可能性が。そこで環境エーテルの濃いこの地に住まい、白聖石を生成していたのです。ですか？ああ、そっちも終わったのか。いつも通りです。わかった、ありがとうな。元の体に起きていた異変はご丁寧にこっちでも引き継がれててな。
護衛に適したガンブレードに持ち替えたはいいが、エーテル放出に難のある俺じゃソイルに魔力を込められない。それをこいつが助けてくれてるんだ。ミンフィリア、この家にはしばらく戻りません。本を持っていくのなら今のうちですよ。いいの？本当に？ええ、ただしあまり荷物を増やさないように。私がサンクレッドに怒られてしまいます。彼女と本来のミンフィリアのことについて皆さんには話したのですか？まあそうだな、話しておくべきか。知っての通り、俺は3年ほど前にユールモアで幽閉されていたあの子を連れ出した。その直後、一度だけ二人で訪ねたんだ。アムアレーンの南、光の氾濫が止められた地を。その時だった。彼女の中に眠っている本来の、俺たちの知るミンフィリアの意識が。教えてくれミンフィリア、俺はどうしたら、どうした。サンクレット、今の私はかつてあなたに宿ったアシエンと同じ、私の魂を受け入れやすい子に体を借りているだけよ。第一世界から希望の灯火を絶やさないため、光の加護という力の存在を証明し続けているだけなの。でもそのせいで、よりしろとなった少女たちは本当の名を呼ばれることさえない。もう十分に残酷よ。これ以上はこの子から精神の主導権まで奪うようなことはあってはならないわ。だが君だって一人きりで世界を渡り戦ったんだ。そんな君をこのまま放っておけるか。できるなら俺はもう一度君を救いたい。もしこの体の持ち主が戦いに疲れ全てを投げ出したいと願ったのなら、その時は心ごと成り代わって私が全ての宿命を受け止めましょう。けれどもしこの子が自分の足で進むことを選び、険しい世界を歩いて行くための力を欲したなら、私は全てをこの子に託しましょう。転生のために残している力も受け渡せば、本来の光の巫女に近づけるはずよ。ダメだ、そんなことは。フラミンさんだって君を待ってる。それが消えていいわけがない。
ありがとう。でもこれは私たちが決めることではないわ。今ミンフィリアと呼ばれているこの子が自分で選ぶべきことよ。ねえサンクレット、父さんの事故以来一緒に過ごした時間を覚えている？この子を守り、この子に教え、そしてそばにいてあげて。かつて私にそうしてくれたように。だってまだ何も知らないんだもの。生きるべき世界のことさえわからないのに道を選ぶなんてことできない。いつか決断の時が来たら再びここに来て。ミンフィリア！ここは、あの、私、何を？そうしてミンフィリアは元の状態に戻ったんだ。自分では何を話していたか記憶にないらしい。俺たちの事情や本来のミンフィリアも原初世界から来たこと、あいつには全てを伝えてあるが、あの時のことだけは。第一世界は今、もう一人の光の加護を宿せし者を迎え、滅びの危機に抗い、彼女が繋いできた希望を誰がどのように受け取るのか、決断の時は近いのかもしれません。してごめんなさい。一冊だけお借りしました。ええ、もちろん結構です。私の支度も整いましたし、リダラーンに向けて出発するといたしましょう。